星に響くのネットファイナルファンタジー7実況プレイ、実況者はラニーでお送りしたいと思います。はい、じゃあね、続きを早速やっていきたいと思うんですけど、前回はそうですね、この神羅屋敷を探索して新しい仲間のヴィンセントさん、が加わって、そんでセフィロスを追ってニブル山へ向かうことになったとこで終わりました。ですね、私前回ニブル山のことニブル山って言ってたんですけど、公式ではニブル山っていうらしいです。はい、私もいつもニブル山っ って呼んでたんですけど、なんでニブル山って呼んだのかちょっと自分でも分かりません。はい、じゃあこの先のねニブル山向かいたいと思うんですけど、その前にちょっとセーブさせてください。はいはい、よし行きましょう。だいぶニブル山はなんか複雑なダンジョンだったんですけど、どうしようかなと思って、今までのエンカウント率を考えていくと、だいぶねアイテム回収とか全部やっていくと時間がかかると思うんですよね。まあでも見えてるところはアイテム回収して回りたいんで、はい、じゃあ戦闘はいつも通りカットでいきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。ここ取れるよね、ルーンブレイド装備っぽいですよね。そうな、誰だろう、イメージはやっぱり、これはいい感じかもしれない。そうですね、じゃルーンブレイドにしましょう。マテリア成長も2倍つうことで、一冊こっちにつけておきましょうね。はい、じゃあそのまま進んでいきたいと思います。このねニブル山は実は私初見の頃ね若干積んだ場所がありましてですね、難しいんだわ。これどっち行けばいいんだっけ。多分右行くとアイテム回収なんですけど、はい、まあ自分でてか一人でオフでやっておきたいと思います。アイテム回収などはね、ヴィンセントさんが加わってから戦闘してないからどうしよう、これだけ戦闘しよっかな。はい、じゃあこれだけ倒します。クリア。お、なんかすごい形の剣に締め取られたの。攻撃力上がったのか。いやでもなんとかいけそうですね。レベル上げといてよかったかも。もうちょっと上げといた方がよかったかな。その辺は若干迷うとこなんですけど、あ、大丈夫でしょう。はいはい、 OK、 倒れてくれよ、頼むでよ。はいはい、 OK。スピードサウンドっていう敵らしいですね、今のね。全然気にしてなかったな。はい、じゃあ一旦回復します。全体化。はい、 OK。 じゃあこの上に向かっていきたいと思います。あー、これなー、難しいんだよね。まあ適当に右から行きましょう。1番。はい、もう一番下まで来ちゃいましたが、あのね、右に見えてるサソリみたいな指じゃないですか、あれ中ボスなんですよね。ぶっちゃけ中ボスなのかここのボスなのか分かんないんですけど、
まあここに運よくセーブポイントもあることですし、早速中ボスやってみようかな。ちょっと倒せるかな、ちょっと不安ですが、まあ頑張ってやっていきたいと思います。まあこんな感じでいいかな。覚悟中ボス、これはなんだ、悟りか。なんかね、ニブル山は強いモンスターが出るっていう噂らしいですね、この世界の中で。ちょ、マイティガード、マイティガード。レベル38、8400か。まあ、マイティガードしたんで召喚しとくかな。久しぶりに召喚中。ちょ、もうかばわなくていいよ、待ってくれよ。デバリアじゃなくてもう召喚しよっか。オーディンね、かっこいいからね、使ってみよう。あら、ムーさんお久しぶりです。使ったことあるよね、確か。474か。はい、オーディン、待って、相手がレベル4じゃないもんな、38だもんね。マイティガード使えるか。なんか今バリアとか切れてるのかな。あー、てか オーディンせっかく登場シーンなのに何も触れてなかったんで、にゃにゃあ、めっちゃかっこいいんだよね。私オウマさんが好きなんで、なんかね、まあめっちゃ、あー、強いすごい。足は生えてるんですけど、オーディンのね、相棒はすごい生えてるんですけど、全然大丈夫です。お馬さんが好きです。いやー、結構厳しいな。バイオ効くかな。あ、マバリアかけてたんだった、バカ野郎。これは効くだろう。はい、じゃあヴィンセントさんのリミット溜まったんで使ってみましょう。ガリアンビースト、初リミットですね。初のボス戦でもうすでに使えますけど、あー、どうしようかな。バーサクダンス、そうなんですよね。ヴィンセントさんはモンスターに変形することができて、お、毒状態になったぞ。何、危ない。そうで、勝手に行動されちゃうんですけど、うん、まあ、バーサク状態になっていろんなモンスターに変化できると思ったんですけど、ぶっちゃけ私ヴィンセントさんあんま使ったことないんで分かんないんですよね。はい、まあでも大丈夫でしょう。今どれくらいかな、でもマルチガード使っちゃったから、ええかな、戦うにしよう。おい、あ、じゃあクラウドさんのメテオリーに使います。これめっちゃ強力なんですよね。はい、これはありがたいっす。よし、倒しました。もうリミット技使ったらもう完璧やね。はい、ヴィンセントの、まあ、ウイジンかな。はい、もう無事成功しました。もう無事勝利をね、収めまして、ジュエルリングをいただきましたと。はいはい。なんかあるよ。カウンターいいね。これクラウドさんにつけようか。カバウをね、すごい、高いんでっておかしいよな。カバウ率がすごい高いんで、まあこんな感じで、やっていきましょう。セーブしよう。あー、セーブさせておくれい。もう戦おうかな。もう戦いましょう。頑張ろう。あ、待って、5匹いんじゃん。すごいたくさんいるじゃん。ちょっと待って、聞いてない。頑張って倒しますけど、これは
まで使います。まあね、用心するに越したことはないんで、もういいいいいいいそれはやめーやー。早速ピンチョさんにミットたまりそうですけど、あー倒れないかな。もう一回使えます。ハイナトラマジック、戦い戦い。やっぱケアララじゃないと回復率が微妙ですね。まあ、大丈夫っしょ。これは所詮雑魚的なんで。はい、オッケー。まだか。なかなか強いな。はい、オッケーです。お、レベル上がりました。ここ経験値稼ぎに良さそうですね。どうしよう。多分この中ボス倒した先も進めると思うんですけど、まあ私の動画は何でしょう、攻略動画ではないんで、アイテム回収はオフでやっていこうかなと思うんですけど、今回はニブル山の探索は自分でやっておくんですけど、もしこういうダンジョンがあって、アイテム取るとこも全部見せてほしいっていう要望がありましたら、またお知らせください。私はストーリー重視でいきたい派なので、はい、まあね、皆さんのご要望にできるだけお答えしていきたいと思います。はい、じゃあ中ボスが塞いでいた先に行きましょう。はい、意外にもめっちゃ早く、計算してたよりも早くニブル山を越えることができたんですけど、ここはどこだ、向こう側にニブルヘイムが見えます。これはどこに向かえばいいんだ。あ、向こうですね。じゃあこっちに行きましょう。きっと次の村があると思うんで、そこまで進めたいと思います。じゃあ雑魚戦はカットで、はい、じゃあ行きましょう。次はどんなとこだったか、いまいち記憶にないんですけど、あ、ありましたね。あ、覚えてる覚えてる。セーブはしたんで大丈夫っしょ。はい、じゃあこのまま行きます。予定してたよりも本当に早くニブル山の攻略っていうか、本当に最短ルート通ってきただけなんですけど、あ、もしね、うん、攻略も見せてくれよとか、ぐだってもいいからやれよっていう方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひお知らせください。じゃあイベント進めます。あれは、はい、これは傾いたロケットですね。ここはロケット村ですね。錆びついたロケット、何のためにこんな巨大なものが。はい、ということで探索していきたいと思います。最近武器とか何にも買ってなかった気がするんで、てかニブルヘイムにもなかったしね。はい、武器やアクアツジリ、アクアツジリのことなら任せてくんろっちゅうことで、お、高烈からでも通常の威力、これはヴィンセントさんに買うべきでしょう。お金もねだいぶ貯まったんで、わ、めっちゃ高いじゃなくて防御力上がる。どうしようかな。人数分 1,2,3,4,5,6,7,8 8個、9個買ってもこれだけなんで全員、あ、どうしようかな。まあいいや、またレベル上げするんで買っちゃいます。はい、お願いします。まあ、この辺はいいですね。じゃあ装備しよう。装備せっかく買ったんで、違うわこれ。お、ジュエルリングは麻痺石化、徐々に石化状態を防ぐ。腕輪じゃないリング指輪だよ。はい、じゃあ防具変えます。で武器も変えます。マテリアはいいや。違う金の腕輪と、
銀の腕は。まあこんな感じで、宿屋泊まりたいな。はい、まだ録画時間も16分ということなんで、まあカットしてるんですけども、まあ大丈夫です。お、何か飲んでいかれますか。じゃあ話を聞いていきましょう。話を聞かせてくれ。館長？丁長？これなんて読むんだ、丁長かな。にはもっと、じゃなんでもっと、もうあったかい、この村の顔とも言える、男だから一度会っておくといいよ。はい、それだけですか。この村のことなら丁長に聞いてくれ、ここを仕切ってるのはあいつだからな。はい、じゃあ丁長って誰ですか。丁長とは誰のことだ。丁長、本当に丁長で会ってんのか。は、神羅カンパニーがまだ宇宙開発に手を出していた頃のパイロットさ。世界初の宇宙飛行士になる、予定だったが、まあちょっとした事故があってな。で、まあそれ以来ここで宇宙に飛び立つ夢を見ながらくすぶってるわけよ。黒マントを着た男を見なかったか、一気に聞いてくれるんだね。黒マントを着た男？さあ知らないな。これ聞いたってこと？一杯の酒は心の安らぎ。はい、じゃあこれ以上はないっぽいんで。お、誰かトイレに入ってる。入ってるよ。ふふ、くーつつらい。これ完璧嫌がらせですよね。大丈夫ですか。ここは宿屋か。お、じゃあ泊まりましょう。へ、毎度っす。はい、じゃあ探索を続けていきます。2階いけるかな。えらい狭いな。こういう探索大事だからね。あのね、アイテム大事よ。ないですね、結局は何もないんですか。はい、まあ RPG にはよくあることですよ。じゃあこの人にも話を聞きましょう。本物なのか偽物なのか気になって気になって夜も眠れないよ。絵のことですか。有名な画家が描いた絵なんでしょうか。じゃあ村の人にも聞いてみましょう。あの錆びついたロケットは神羅カンパニーが宇宙開発に力を入れていた頃の名残さ。ほうほう、なんかそう言ってた人いましたよね。ここはもともと神羅のロケット打ち上げ基地だったのじゃ。傾いたロケットを見たじゃろ、あれが神羅26号じゃ。一度も飛んだことはないんじゃが。はあはあはあ、さっきの大きいロケットですね。あそこにそびえるのがこの村の名前の由来、宇宙ロケット神羅26号じゃ。どうじゃ、わしと一緒に見上げてみるか。もう一回見てみましょう、せっかくなんで。この村の名前の由来でしょ、ロケット村ですもんね。なるほどね、かなり錆びついてますね。あ、ちょ、何度見ても感動するの。わしの趣味に付き合わせてしまってすまんの。お礼と言ってはなんじゃが、これをあんたにあげよう。お、むつ、しゅきちゆき。読めないっす。大事に使ってもらえるとわしも嬉しいんじゃが。これは、装備か？見てみよう。お、クラウドさんの、味方が倒れると力を発揮する。なんか、名前的には刀っぽいですけど。攻撃力めっちゃ上がるで。いやでもなー、マテリアがなー少ないんだよなー。いや、いくらご利用しタイプといえど、マテリアの成長は大事です。ということで、今回は買えません。はい、じゃあ探索を続けます。ここには誰かいるのか？あ、宝箱。ドリルアーム。これは、バレットさんじゃないかな、前からして。アームじゃねえや。どっちのアームだ、武器なのか。腕なのか。なんか、車みたいのがありますね。こっちは？
光機、神羅のマークがついてるタイニーブロンコか。いいなこれ、見張っていようか。お、あの何か、いや何でもないんだ、見せてもらっていただけだ。もしそれが使いたいなら艇長に聞いてください。艇長、艦長、わかんないはきっとロケットのところにいると思います。私シエラと言います。あなたたちは？俺はクラウドだ。ヴィンセント、仕事は？まあいいだろう。私エアリス。はあ、神羅の人たちじゃないんですね。元神羅ならいますけど。私宇宙開発再開、宇宙開発再開の知らせが来たのかと思って。はっ、新社長のルーファースさんがここへいらっしゃるそうなんです。店長は朝からそわそわしてますわ。あ、新社長久しぶりですね。ルーファースさん、ルーファースが、おーで来るっちゅうことなんで、まあそのとりあえずフラグは立ちましたね。艇長、艦長に会いに行けとフラグが立ったんで、まあもう少しこの村を探索しましょう。この人話した？ここの住人はみんなロケット打ち上げ計画の時のメカニック仲間なんだ。へえ、メカニックさんたちみんなで住んでるんですね。あ、何か面白い車両はないかな。それだけ？世界の人々を笑わせること、それが私の使命。素晴らしいと思います。頑張ってね。あの親父ギャグでも面白ければ、面白ければいいと思うよ。寒くなければいいと思うよ。はい、まあ、相変わらずお宝をもらっていくんですけど、ぶっちゃけパワーアップとかそれね使ったことないんですよね。こっち側はなんかあるのか。お、ロケットに近づけるわけですか。こっちか。ほいほい。確かこの方に、この方こっちの方にいるって言ってましたよね、シエラさんが。じゃあ、どんどん階段、はしごを登って、上に行きまーす。はいはい。かなり錆びついてるけど大丈夫か？お、この人か。お前たちなんだ？艇長がここにいるって聞いてきたんだ。艇長だと？艇長とは俺様のことだ。はい、この方、シドさんとおっしゃいます。あのね、ぶっちゃけ、私シド大好きなんですよね。あのシドは FF、ファイナルファンタジーシリーズには、ほとんど、の作品と言っていいぐらい、うん、それぞれシドっていう名前のキャラクターが出てきますが、必ずしも同じキャラクターではなくて名前だけ受け継がれてる感じですね。はい、特に私は FF7 のシドが大好きです。はい、渋いおっさんかっこいいよ親からもらった名前はシド、みんなは丁長って呼ぶけど、で、何の用で。じゃあ上から順番に行きましょう。このロケットのこと教えて。お、若いもんにしちゃなかなか関心じゃねえか。よし、ここは俺様自ら説明してやることにしよう。長くてくだらない戦争中に神羅カンパニーがいろんな技術を開発したのは知ってんだろ。今は魔鋼屋だが昔は兵器開発会社だったからな。そうなんだ、知らないな。その中でよ、ロケットエンジンができちまったんだ。こりゃ宇宙へ行けるってんで大騒ぎよ。夢はどんどん広がった。予算もバカスカつぎ込んで試作試作また試作で完成したのがこの神羅26号。パイロットには神羅1、いやうってじゃじゃじゃ世界1の、いやでで腕を持つ俺様が選ばれた。やばいな、ちょっと今日頭おかしいです。まあ当然といえば当然だわな。いよいよ迎えた打ち上げの日、何もかもうまくいってた。
ところがあののろまなシエラのせいで打ち上げはおじゃん。それがケチのつき始めよ。シエラさんはさっきあのタイニーブロンコがあったところでお話を聞かせてくれた方ですよね。シンラは宇宙開発計画を知ってやがった。あれだけこれからは宇宙だなんて言って希望を持たせてやがったくせによ。魔法エネルギーが金になると分かったらもう終わりだ。宇宙計画なんて誰も見向きしねえ。金金金だ。俺様の夢はそろばん勘定だけど棒に振れない。熱いおっさんですね。ほんと見ろえこのサビだらけのロケット。こいつで俺様は宇宙へ飛び出す最初の男になるはずだった。これ何年前の話なんでしょうね。おじゃんになったのが今じゃ毎日にちょこっとずつ傾いてら、この分だとこいつが倒れるのが先か俺様が落ちるのが先かってくらいだ。今回の若社長が来るって話だけが俺様に残された最後の望みさ。はい、終わりか。はいはい。で結局一番上の話しか聞けなかったんですけど、まあいいか。じゃあ他にも人がいるのか、もうちょっとだけ見て今回は終わりにしようかな。まあすごい短い時間だったんですけど、ニブリ山を越えて新しい村のロケット村にやってきたところですが、こっち側は行けませんね。はい、じゃあ村の方に戻ります。いやここも村なんですけど、さっきのね、賑わってる方に行きたいと思います。はいはい。で、戻ってきましたけど、こっち側行ってないですね。このお家入りましょう。おお、なんかめっちゃ首振ってんぞ。頭痛くなんないの？あー暇だな。何かワクワクすることはないかな。頑張って探してあーつまらないわ。何か面白いことはないかしら。なんか刺激に飢えてるんですねこの人たちは。まあお風呂で、まあ特に何もない感じですけど、じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかなって思います。はい、じゃあまたね、今回何回か行ったんですけど、まあ、こういうダンジョンのね、すごいニブレ山長いんですよ、あのダンジョンが。なのでそういう長いダンジョンの攻略をお見せするか、最短ルートでいてアイテムは自分で回収しとけっていうね、今回の方法でいくか、それともアイテム回収しながら一緒にゆっくり行きましょうっていう方がいいっていう方いらっしゃいましたら教えてくださると嬉しいです。はい、じゃあ今回はね、新しい村に来たということで、次回は多分ルーファウスさんが出てくるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、どうだったかな。はい、じゃあまあね、新しく名前出てきたシドさんという方もいましたんで、次回も楽しみにしてくださると嬉しいです。はい、それでは失礼します。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたねー。